ラジオの三平、近所のスーパーでお一人様ワンパックまでと書かれている卵を3パックもカゴに入れているおばさんいた。ちょっと卵はワンパックまでですよと注意したら真顔で、え、18人家族なのにかと返され、怖くなって逃げた。これは強烈だね。これは怖いわ。怖い。ラジオネームパンチドランカー斉藤。誰の何の曲かわからないけど、モテたくてとりあえず洋楽聴いてる。ずっと何言ってるかわかんねえし、何か、なんか日本人より声大きいから嫌い。もうやめたい。やめろよ、じゃあ。ラジオネーム、メイドメーカー。正月なので実家帰った。友達から飲みに誘われるかも、と思ったから一週間いたんだけど、結局誰からも誘われなかった。友達っていつの間にか減ってるんだな。まあそういうもんだね。安田さんなんてもうみんなあれか、死んでるか。死んでないです。お友達は。死んでません。死んでない。死んでない。そんな年じゃないです。なんか東京オリンピックがあるから結構なんかあれな、大変なんでしょ。なんか結構。東京オリンピックがある。東京オリンピックがあるからなんか結構排除されたりしてるっつって。排除？ラジオネームクレイジー。家あるよ、俺。成人式に参加。会場に着くと、中学で同じクラスだった不良に、おー久しぶりと言われスタンガン当てられた。激痛だったけど覚えてくれてたのがマジ嬉しかった。来てよかった。またなんかあれでしょ、太田プロの上島さんのところの新年会、正月の、はい、また上島さんが劇団一人にお尻に氷入れられて、そうですよ、大変だった。大変でしたよ。やってんのマジで、毎年毎年。どういう楽しみの会なんですか、あれも。だからそのなんですかね、いつもだと僕とか劇団ひとりとか上島さんとかは一緒で飲んでるんですけど、うん、上島さんはなんか遠くの方に若手たちとずっと離れて飲んでたんで、うん、なんでかなと思ったら、どうやらその氷を尻に入れられるのが本当に嫌で逃げてたの。逃げてた。川島から。はい。行かなきゃいいじゃん、もうじゃあ。ね、もうね。もうやらないって宣言してましたけどね。シビに氷入れながら。ラジオネーム、西のスイカ。書き初めした。今年はもう書道することはないので、書き納めとも言える。確かにね。以上です。ラジオネーム、獅子肉食べますか。体調が悪い気がしたので、想像で働いている会社を休んだ。今年はインフルエンザが流行っているらしいので、いつもより戸締まりをしっかりした。明日も体調管理に気をつけよう。ラジオネーム三平。真夜中、ベランダからくしゃみが聞こえた。窓を開けてみると、知らないおじさんがエアコンの室外機にへばりついていた。それ冷たい風しか出ませんよ、と教えてあげたら、満面の笑みでダブルピースしてきた。可愛かった。神奇な。ラジオネーム、バイゲン。田舎に住んでいるので3万円かけてアイドルの握手会に行った。神対応で有名な子だったのに、なぜか僕の時だけ苦笑いで対応された。元彼にでも似てたのかなぁ。そんなことならソープ行けばよかったな。たまたまな、機嫌悪かったな。ラジオネームゴモラ。今日中華料理屋で高橋がなり煮のおじさんと南電関電の社長煮のおばさんが大喧嘩してた。俺はめちゃめちゃ凛々しい顔をしてその様子を見ていた。マネーの虎の吉田栄作になった気がして嬉しかった。チャーハンはまずかった。あげよう。パン。面白い。ラジオネーム餅2個。隣の部屋に住むおっさんが作りすぎたからと5、6個のゆで卵を持ってきた。いらないですと断ったら、半熟だよと食い下がってきたので怖くなって扉閉めた。今隣の部屋からクソがと聞こえてきた。一応受け取っとけばよかったかな。そうだね。ラジオ西のスイカ。お皿洗いした。
水道の水が冷たかったので途中でやめた。残りは母親にやってもらおう。日記だね。ラジオネームラッパーザキバチョフ。深夜にプリキュアの主題歌を歌ったら隣からドンドンと壁を叩く音が鳴ったので、その音に合わせてフリースタイルラップやってみた。セッション楽しい。喧嘩になるよ。以上、ラジオネーム黒猫トマト。2月3日土曜日、今日は節分ということで恵方巻きを食べた。黙って一気に頬張る気にはならなかったので3等分にして3日かけて食べることにした。こんな量のお米を一気に食うなんてもったいない。だろう。ラジオネーム期待外れの機械仕掛け。雪で天下を作った。ひんやりしてすごく気持ちよかった。雪と川がひっついちゃった。2つの意味で抜けない。困った。何言ってんの。ラジオネームヘビジロー。乾いたものが擦れる感覚が嫌いだ。僕は5本の指全てが乾燥しているから指同士が擦れないようにパーのまま冬が去るのを待つしかない。今日も寒い。ラジオネーム桃色クローババー。半額シールの貼られた弁当を手に取ろうとしたら、おい触るな、わしが予約した弁当だとジジイに怒られた。もう弁当怖い。自炊始める。怖い。いるだろうな、でもな、そういうやつな。そうでしょうね。ラジオネーム東北自動車道。公園の鉄棒で遊んでいたら陰で子供たちに鉄棒キモキモおじさんというあだ名で呼ばれていた。そんなに俺キモいかな。まあまあキモいんだろうな。ラジオネーム、うん、以上です。ラジオネーム気持ち。2月17日同世代の羽生結弦選手が2大会連続で金メダルを受賞。俺が5年間2位としてる間に彼は2回も金メダルを取ったのか。さて、とりあえずパソコンにコーヒーこぼしちゃったから不幸かな。不幸かなーじゃねえ。聞けよ。さっさ。しょうもない。何を日記に書いてんだよ。ヤジュン三平。ポッケが12個ついている。やばいジャンパー買ってしまった。そろそろ、ポッケの数で洋服選ぶのやめたい。めちゃめちゃ面白いじゃん。エンジェルあげる。おぉ。十二個ポケットついた服買っちゃった。職人さんじゃないんだけど。ラジオネーム田中誠志郎。まだ口座に5000円ぐらい入っているはずと思って残高確認したら520円しか入ってなかった。いくらなんでもこの誤差はおかしい。絶対なんかある。ねえ、使ってんだよ、お前。ジオネーム、豆腐小僧。変な奴に絡まれるので、ツイッターやめた。気分が楽になった。お酒美味しい。バレンツじゃないんだけど。ラジオネーム、ミルク紙コップ。2月10日、今日もカレールーのブロックをお湯で柔らかくして食べた。明日はシチューにしよう。切ない。ラジオネームラッパーザキバチョフ。吉高由里子のヘビとピアスを今回こそは全部ちゃんと見ようと思ったが、結局吉高由里子の濡れ場でオナニーしてまた見なかった。もうこんなこと100回以上繰り返している。誰かヘビとピアスがどんな内容なのか俺に教えてくれ。分かるな。ここに上がるがあるじゃん。分かるやつあるな。何なんだよ。これは上げときましょう。以上です。ラジオネーム豆腐小僧。土手を散歩していたらちょうどいい感じの棒切れと綺麗な石を見つけた。帰りにシュークリーム買って帰った。明日はちゃんと仕事行こうと思った。そうだね。どのくらい分かりにくいのが日記というもんですか。日記なんてつけた方がいいよね、本当はね。いや、そうですね。しっかりね、うん、たったあれだけのことだけできないよね、本当に。できないですね。ラジオネームジュジュだ。
呪いのビデオを見てから今日で1週間、そろそろテレビから女が出てくる、一緒にお風呂入ってチンチン洗ってもらいたい。末期ですね。ラジオネーム猫の癖。風呂上がりに金玉をレンゲに乗せて遊んでいたら、ほかほかの小籠包に見えて食べたくなった。明日からストレッチ頑張ろう。どういうことなんだ、自分の金玉小籠包に見えてこないだろう。人気だからね、しょうがない。猫の動画とか見るの好きじゃないの？猫とか犬の動画全然。ああ、いや、まあまあ、動物もたまに見ますけどね。あ、そう、すごい好きなんだけど。こんな動物嫌いが揃うかな、二人も。そうですね。そこまでは見ないですね。あんまり見ようって思わないですね、動物の可愛い。なんかネットサーフィンしてたらたまたま入ってくることはありますけど。そうか。あれ？なんだ、猫かな？猫ですね。うん、泣いてるね、下。テーブルの下ですか？いますね。声がものすごい聞こえる。びっくりした。武藤。武藤いた？いや、武藤いた？武藤さんもいましたね。いやーって。テーブルの下じゃないですか。膝悪いのね。武藤。あれ？猫、猫ですね。猫ですね。猫です。猫だ。猫ですよ。ええ。あ、猫だ。武藤。武藤いた。武藤いたなってなんだ。ラジオ、ゲスの極み福君。テキーラを100倍に薄めて飲んだ。意外といけない。水だよ、それな。ラジオネーム、大水快速。ローションが切れていたので代わりにハンドソープ使った。そしたらチンコに薄い膜ができ。勃起したら痛い。辛い。辛い。オナニーにも貧富の差があると思わなかったな。ローションでオナニーするなよ。贅沢だな。田中誠志郎。バイトの面接行ったら、面接官が友達の子供だった。店長やってるらしい。明日から来てくださいと言われたが、めちゃめちゃ行きたくない。やっぱり最寄り駅から30分ぐらい離れてないとダメだな。まあ中年になるとそういうこともあるよな。いや、ありますよね。自分の同級生の子供が店長やってる。ちょっと嫌だろうな。ラジオネーム餅2個。借りていた AV を3日も延滞して、返すときに2000円も払わされた。でも対応してくれた女性店員さんに、治療であることをアピールできて、まあまあよかった。いや、3日間こすってたんかい。元ないだろ、お前。治療であることアピールできないよ、そんな。だらしない人だなって思われるだけだね、引退して。3日間もやってたのかって思わないの。ラジオネーム、ドリンクバーメモリー。お釣りの計算が難しすぎてコンビニバイト辞めた。俺なりの働き方改革。でも今もうそういう風になりつつあるけど、コンビニのバイトとかもなくなっていくだろうな、無人化していくだろうからね。そうですね。だからもういいよ、やんなくて。今から、うん、ラジオネームヘビジロー。ジャリジャリの砂糖が入っているコッペパン食べたら歯かけた、栄養欲しい。よしてるんだよ。ラジオネームカルピスコーク。新しい土地に行くたびにトイレで抜いてマーキングする癖直したい。偉いな、どこでも抜いてんだな。どこ偉いなじゃないよ。偉くはないです。ラジオネーム三平。早朝の公園でハッスルポーズを連発しているじいさんがいたので、あれ、小川直也さん好きなんですかと声をかけた。え、来週スキー行くんだわとか無視して帰った。スキーのポーズがハッスルハッスルに見えたのね。なるほど。渋すぎるな。作品が、作品が渋いあげるやん。パン。ラジオネーム作デビル。先っぽが蛇の頭になっているベルト買った。お店で見た時はかっこよかったけど、家でつけてみたら死ぬほどダサい。このヘビ捨てたい。わかるな、あるな、ありますね。以上です。
ラジオネーム三平。コンビニの可愛い店員さんに、俺ジッポライター使ってるんですよねって自慢したら無視された。ジッポがかっこよかった時代はもう終わったのかもしれない。そうだろうな。もう今違うんですか。なんなら昔はマジでちょっと高いジッポ買ってみようかなとか思ったらね、はいはい、なんかベトナムジッポだとか言ったりしてさ、ね、ベトナム戦争の時使ってたんだよなつってなんかボロボロのジッポがなんかすごい値段してたりしてたりね。昔で言うとやっぱほらな、ナイキのエアマックスだとか G ショックとかもな、ジモンさんが並んで買ってたりしたけど、今で言うとこの前シュプリームだっけ、シュプリームのなんか服並んでるの中国人とボコボコされてた警備員の人あるんだね今の。でもああいうのってやっぱ一時的なもんだからやっぱ行列するほどのものは買わない方がいいと思うけど、まあ今転売屋が買ってんだろうけどさ、大体だから行列になってんだろうけど、やっぱりやっぱ流行りも並んでまで買っちゃダメだね。後で恥かくもん大体。まあそうか。ずっと続くならまああれですけど。一時だから値も上がりますもんね。本当だって、その RG も言ってたけど、スニーカーってあのね、はいはい、あのゴムのソールが経年劣化で腐っちゃうんでしょ。だからずっと取っといて履けるってもんじゃないんだって。ああ、そうなんですね。だからさ、そういうもんってやっぱりなかなか大変、ヴィンテージもんっていうのもなかなか難しいね。そうですね。今もうジモンさんの家の倉庫にあるナイキの靴全部もう腐ってんじゃないかな。いや処分してんじゃないですかさすがに。ラジオネームサイン Z。 すごい、ちりめんじゃこっていう字をぼーっと眺めてたらチンコっていう文字が浮き上がってなんか見えてきた。やべえこれ。わかるわかるけど。ラジオネームアミーリングス。中学生の頃から10年間乗ってるマウンテンバイクで爆走してたらネチネチ職務質問された。物持ちいいねって褒められるの期待してたのに裏切られた気分。もっと優しくしてほしい。以上です。ラジオネームメッシュ心にまみず。虫が仰向けになって倒れていたのでつまみ上げて助け起こしたけどすでに死んでいた。職員の人が引きこもりの俺にしてくださろうとしていることはそれと同じことなのだというのを気づいてほしい。悲しいこと言うな。悲しい。そんなこと言うなよ。はい、言えるよ。こんなに短くて金あげようかな。金あげようかな。ちょっとずつ泣きましょう。いや、紳士ぶりすぎか俺も。でも、そのぐらい悲しかったです今。ためにならない。ちょっと不況でね。それもためにならない。結果じゃダメだろお前。こんな人には。ラジオネームオール下半身巨人。売れっ子俳優になった妄想した。ベッドシーンで監督にいつものようにと言われたが童貞なので分かりました。童貞なのに分かりましたというがぎこちなさでバレるから俳優にはならないでおこう。ラジオネームサインデッド。夜空はなんて広いんだろう。自分の悩みなんてマジちっぽけに思えてくる。12回目の浪人大丈夫なんてことない。いや諦めろお前。ラジオネーム東北自動車道。今日もビールを新垣結衣のションベンだと思い込んで飲む。3年前からずっと毎日やってるけど意外に飽きない。でもそろそろ本物が飲みたい。これこそ分かるだろ。ラジオネームパンチドランカー斉藤。フードコートの呼び出し装置バイブもフードコートの呼び出し装置バイブも音も大きすぎて怖い。ちゃんと聞こえるからもう少し小さくしてほしい。いやそれ日記に書くなよ。ラジオネームセンターエビス。隣の席の女飯の食い方が汚い。さては大家族だな。そんなことねえ。全然。まあ争うからなみんなな。ガッガッガッとな。席はでも、はい、お姉ちゃんだけ。お姉ちゃんだけです。お姉ちゃんもすごいな。でもその小学校でオナニーパーティーしてる。そうですね。オナニーパーティーの主催者なの。主催者です。はい。小学生ですよ。すごい。すぎるじゃん。お母さんは正常？お母さんは割と正常ですね。はい。お父さんは？お父さん多分やばい。でもそんな見せないだろ娘の前では。でもお父さん虚婚なんですよ。はい。ズル向けの虚婚で、うん、はい。だからやっぱすごいんじゃないかなっていう。はい、でもまあ娘は勃起した状態のものは見ないからな。はい。だからそれがもう虚婚だけどそれがただブーンともう勝ちどき橋みたいに上がるだけの。勝ちどき橋。
それほら普通はさ、それが伸びて大きくなるけどさ、そのままもともと巨漢の人はもうブーンと勝ちどきますね、からさ。すいません、日記読めなかった。一旦ブレーク。ラジオネーム悶絶。これがお金だったらいいのになぁと思いながら公園でどんぐりを拾っていたら号泣。近くで遊んでいた子供たちにどんぐりマン泣かないでと。渋い。悲しい。悲しい。あだ名つけられてるな、これはもう。どんぐりマン泣かないで。子供めちゃめちゃ優しい。優しい、いい子です。ラジオネーム三平。路地上で。すれ違った目つきの悪いおばあさんに、お前保健所のやつか。すごまれた。全然違いますと答えて小走りで逃げた。めちゃめちゃ面白い。あるよなこれな。やるわ。うわーすごい。俺も前住んでたマンションでおばさん、嫌なおばさんに言われたら、配達なんか俺が汚い格好してるから配達住民だと思われてくる。うわ、三平さんこれエンジェルあげようか。うん、パン。今日出しすぎかな。ちょっと出てますね。結構出てますね。はい、溜めてたから。あー、いっぱい出ちゃった。ラジオネームサイン Z。 あ、3日も飯食ってないのに一丁前に勃起してら。あるねこれね。体調悪いのよとかさ。あ、ラジオの夜嫌いの夜行性。ゴールデンウィーク1日5回しこった。年の割にまだまだいけるなって思ったけど、次の日ほぼ丸い1日寝てしまった。プラマイゼロ。射精でそんな疲れるのかな。ラジオのブランカランカ。ネットで3500円のノートパソコン買った。画面が真っ暗になってバーッと文字出てきた。あー、これはプロ仕様のコンピューターだ。違うよ、違うんだよ。なんか入ってますよね。私より獅子肉食べますか。駅でおばあさんが倒れていたので、どうしたんですかと聞いたら、あ、お腹が痛くてというので、僕が最近買った薬セイロガンのことを猛プッシュしておいた、うん、おばあさん震えた声でありがとうって言った。俺の知った良いもののことをもっと世の中に広めていきたい。おばあさんも知ってるだろうなって言ってね。っていうことで以上でございます、はい、ラジオネームおまっとさんでした。俺が教室に入ったらシーンとした。これが大谷も味わったというサイレントトリートとか。でも俺の場合ずっと無視されてるんだけど。日本とアメリカじゃやり方違うのか。違うな。ラジオネーム三平。久々にネクタイをつけたら取れなくなったから大きいハサミで切った。首もちょっと切れて痛いって最低だな。ラジオネームギンギンしてんじゃねえよ。シャワートイレのビデオを紛失してその水に向かって放尿したら、ハリーポッター死の秘宝パート2のラストのハリーとボルデモードの魔法がぶつかり合うシーンみたいになると思ってやってみたけど、ビデオの先端に尿をぶつけるのが思いのほか難しくびちょびちょ。お母ちゃんごめん。面白いな。やろうとしてることは面白いけどな。ってことわかりますね。じゃあ餅2個。夜の街を歩いていたら、ブランド服のお店のショーウィンドウにガンガン当たるハエを発見した。なんだか今の自分と重なって悲しく。この人はすごい人だね。雲で泣ける人だな。俺と一緒だ。そうか。うん。で、ジオネーム、ラッパーザキバチョフ。ゲームオブスローンズちゃんと見たいのに、うん、すぐおっぱい出てくるからオナニーしちゃってちゃんと見れねえよ。わかる。竜の女王ね。竜の女王のところやっぱり。一旦ブレイクします。ラジオネーム騙しやすけし。サイコロを振ったら2の目が出たから母ちゃんの財布から200円頂戴した。明日は6が出てほしい。毎日だな。
こういうあるようなサイコロ旅みたいな。母ちゃんだからないですけど。ラジオネーム三平。ひどい DV 亭主だと噂されているとんかつ屋のおじさんが商店街のハッピーを着て子供たちに飴を配っていた。誰にも暴力を振るわずしっかり配っていた。面白い味わいあるな。そういうもんだよな、はい、分かんない人っていうのはね、はい、一面だけじゃないからね、ないから、うんうん、千本ノック。爪を切っていたら切った爪がちりめんじゃこみたいに見えたので、うん、白ご飯にのせて食べようと思ったら、うん、そこで手が止まった。大丈夫、俺にはまだ理性が。よく小学生ぐらいの頃、はい、足の皮剥がしゃストーブの上で焼いて親父によく怒られたな。お前みかんの皮ぐらいのテンションで言ってますけど、そんな人いないですよ。結構、はい、ストーブね、小学生の頃ストーブあったりしてありました。上何でも焼けるやつありました。家も実家も、その頃俺魚の目があって、自分で魚の目を、うん、あの爪切りでほじって、うん、あの退治したっていうのが有名なんだけど、もうすごい穴が開いたんだけど足の裏に、はいはい、血ももう今日のすっぽんレベルじゃないぐらい血が出て、だっての神経とギリギリいかなきゃダメなんですよね。そう、もうボーンと取った。うわっ、それもまた入ってくる。イカの目玉みたいにしてストーブの上で焼いてたから。親父がめちゃめちゃ怒ったよ。かそばがーっつって。ツッコミも秀逸だな、おい。変なやつ。すごいな。ラジオネーム看板猫。久しぶりにおじいちゃん家行って、おじいちゃんと腕相撲したら、おじいちゃんが頭に血が上って倒れて救急車で運ばれてしまった、うん、命に別状はなかったみたいだからよかったけど、親戚の皆さん、僕を悪者みたいな目で見るのやめてください。そりゃそうだ、お前が興奮させてんだから。ラジオネームケツ出しエッフェルト。今日は神社へ。賽銭箱の横でギターを鳴らしてみたら、めちゃめちゃ稼ぐ路上ミュージシャンみたいな気持ち。捕まるな。ラジオのショッピー。スナイパーのふりしてマンションの屋上で覗きをしていたら、向かいのマンションにも俺と全く同じことをしている人がいたので、今日は見えないね。一回押した。釣れないねじゃないんだ。以上です。ラジオネームチェコの大砲。17,280回。これは今日台所の蛇口から垂れた水滴のカス。死ぬよ。昔のそんな拷問あったっていうやんな。おでこのポンポンポトポトとね、やったるかよお前の後。ええじゃない。ラジオに東山動物園の刑事君。刑事君、はい、どうぞ。ああ、おい、おい、あい、おい、なあ、なあ、誕生日ですよ。ラジオネーム誕生日かよ。世界ランク正常。気持ちよかった。肛門に違和感を感じた。鏡がないのでどうにか見えないかと肛門丸出しでもがいていると、テレビで維新バイワの棒高跳びが始まりそうだった。俺はそれとなく肛門をテレビに向けた。ラジオネーム、テンガロン、テンガロン。イカ臭かった部屋にカビと獣臭さで鯉の餌のような匂いが増えた。白飯が海鮮丼になったみたいで嬉しい。最悪。ラジオネーム三平。20年ぶりに忍者ハットリくんを読み返した。ハットリくんがケムマキだけを呼び捨てにしていることに気づいて嫌な気持ち。ケムマキウジって言わないんだな。ケムマキって言うんだ。田中誠志郎。酒とタバコやめた。でもストレスはたまる一方なので毎日50度の熱湯風呂に入って発散していく。死ぬかもしれない。あんまり熱いの入っちゃダメです。以上。ラジオでミルク紙コップ。祭りで
ベビーカステラの屋台を見つけた。この匂いで水を飲む。今入るの透明ベビーカステラ、カステラ水の完成だ。たこ焼きとかならなんかね、うなぎの匂いとかね、焼肉屋の匂いとかめちゃめちゃいいけどね。ベビーカステラもいいか。確かに匂いはね、水飲むって感じがわかんない。安田さんもそうしてるもんね。してません。あれはもう、あれ最近流行ってる、もうやめたのあれ。はい、何を、あの、ほうれん草の。やってないんですよ、それ、一回も。ほうれん草茹でた後の水を。水を飲むやつでしょ。やってないんですよ。栄養素が出てるから。出てないし、やったことないんですよ。よく大きくなったね、子供あれで。ね、でならないですから、もうやってないから。ラジオ、餅2個。まあ、やってないですよね、証拠がないから。イエス、証拠、やってない証拠、まあ。悪魔の証明みたいなもんね。証拠がないものね、出せって言われてもね。やってない。やってないことを証明するのは難しいよ、確かにね。はあ。やってるからね、でもね。やってません、冤罪です、それ。いや、もう、だってもう、顔に出てるじゃん、息子さん。顔緑じゃん。いや、カッパじゃねえわ。お前、どこが緑なんだよ。ラジオネーム、餅2個。両手が骨折して1ヶ月。ギプスをしているためオナニーを控えていたけど、もう我慢の限界。ギプスとギプスでチンコを挟んでゆっくり動かしたら、ギプスが硬すぎて何にも良くなかった。明日先生にこんにゃく巻いてもらおう。バカだよ。長いよ、ちょっと最近日記もちょっと長くなってきてますよ。みんな短めの方が、短めの方が好きですよ。ラジオネーム模様コレート。天子で名前が呼ばれた際に、天子で名前が呼ばれた時に、サイと返事してみた。俺しか笑ってる。めちゃめちゃわかるわ。ひな壇とかでやってる時。これわかりますね、皆さん、ルール。サイ捕まったら終わりだけどね。捕まったら終わりだけど、捕まらない限りは楽しいっていうね。以上、日記でした。ラジオネーム、餅2個。早起きしたのでジョギングでもしようと家を出たら、朝帰りのキャバ嬢が家の前でガムを吐き捨てて通り過ぎていった。もちろんガム拾ってポケットの中へ。これが早起きは三文の徳ってやつか。ガムね、食べたいな。ラジオネームサインゼット。日焼けしたからめちゃめちゃ皮むける。後でお味噌汁に使おう。いいね。クレイジークレイジー。定食屋で相席になったおじさんがすごく自然な流れで俺の注文した餃子を食べてた。そういうものなのかなと思っておじさんの唐揚げに手を伸ばしたら、手の甲を刺された。これ面白い。あげよう、これあげとこう。あ、以上です。ラジオネームスプリングフォレスト。ソムリエになりたいから雨漏りした水と水道水の飲み比べをした。今日は舌が冴えてるな。ラジオネーム茹でたてのエビ。暑かったのでスーパーで無料のわさびをもらってきた。水に溶かしてモヒートを作ったらさっぱりしてて意外とうまい。このまま置いて死ぬのつらい。やばい、日記だからね。何してんの。ラジオネーム、もみの実で作ったお餅。地下鉄永田町駅で降りてみた。なんだか国会議員になれた気がした。俺の考えたスクール水着を貝殻ビキニに指定する法案可決するかな。昔このラジオ局に来る途中に永田町のところにある、はい、マックがあったんですよ、はい。結構もう5年ぐらい前に潰れてね、はい、中田町の人はマック食われるのかなって思って腹立ったもんですよ。なるほど。なんで俺のお前行きつけのこのラジオ局に来る時ちょうど通って、はい、絶好の位置にあるマックだったんだよ、はい、よく買って食ってたのにさ、な政治家食わねえのかな。いや、まあ、なくなっちゃうってことは食べんだよ。食べないですかね。いやでもちょっと、しかし本当にその永田町とかさ、地下鉄って言ったらそのオウムのサリンのこと思い出すけどさ、当時俺も東京来ててさ、怖かったね。あった。今なんかちょっと麻原死刑になってさ、その後の後追いでとかいろいろ言ってるから、なんかみんなちょっとこれ注意した方がいいね、いいと思うね。
なんか大げさな話にしちゃうとあれだけどさ、うん、当時なんか俺坊主頭で眼鏡かけてジャージ着てコント行くときさ、ライブ会場行くときでっかいカバン持ってさ、小道具いっぱい持ってるからさ、あの新宿御苑の方行ったらさ、よく職質されたね、オウムじゃないのかっつって、いや鮮明に思い出したね。もうでも二十数年前ですからね。だいぶ怖いね。いやそうですね、ちょっと気をつけないといけないですね、いろいろ。何をね火のタムレジマとか。ラジオネーム夜嫌いの夜行性。暇だったから銀行の ATM の行列に並んでみた。銀行っていろんな人が来るんだなぁと思った。自分の番が来て ATM に一礼だけして店を出た。出来たばし信者じゃないんだよ。初詣じゃないんだからさ。暇だったんでしょう。あげとこう。ラジオネームメイドメーカー。最近暇だからサイコロで出た数だけしこるゲームやってるんだけど、もう4日連続で6が出た。サイコロまで俺のことをバカにするのか。そらいや、なんで4回連続6出た。面白いな。ラジオネームラッパーザキバチョ。健康診断に行ったら尿酸値が5000だった。なんか戦闘力みたいで強くなった気分だ。死んでるだろそれ。それもう尿酸値5000なんてお前何が出てんのこれ。マジで溶かせるだろ何か物をな。酸が強すぎてパイプ汚れとか綺麗になりそう。お前んちのトイレなんか妙に綺麗だろ。酸が強い。5000。ラジオネーム学ぶ。釣り革を持った女の人がいたので脇をじーっと見ていたら目が合ってしまった。通報されるんじゃないかととても怖かった。あ、分かる。今時でもありえるよ、はい、そんなの、はい、一応。あ、でもそうですね、気をつけないと。ラジオネームナッツクラッカー。公園でスマホゲームやってただけなのに、おいあんた何してんだ、知らないおっさんにキレられた。では俺が遊具で遊ぶ女の子を盗撮していると思ったらしい。ゲームぐらいやらせてよ。そうだね、今もう本当に公園行くの戸惑うね、特に昼間とかね。夜はまああれなんだけどさ、昼間公園行くとやっぱり警戒されるじゃん。やっぱそれは当然だよね、それぐらい警戒するのはね、それは面倒見てる人はね。いやだから昼間の公園行くともう子供を見ちゃうともうアウトだから、上の木を見ちゃう。それはそれでなんか怪しい、怪しいですね。いやまあ難しいよね。でもまあ安全であってほしいね、もう皆さんが。はい、以上でございます。ラジオネーム嵐。電車に乗ったら隣に女子高生が座った。人として認められた感じがして嬉しかった。ああ、これ分かるね。あ、こっちの方がなんかほのぼのと分かったよ今。うーん、こいつら上がるは全然書けねえくせに。上がるはちょっと。ラジオネーム住所は江戸川。ちょうど俺のチンコそっくりな雲があったのでスマホカメラで写真を撮った。おそらく二度と見ることはないだろう、うん、雲の写真なんてな、うん、ラジオネームショッピー。うどんを鼻から吸い込んだら出てこなくなった。このままうどんに脳みそを乗っ取られてしまうかもしれない。まあ、ちょっと思うよな。絶対出てこないと思う時あるもんな。ありますね。なんか米粒みたいなやつもな。どこに入ってんだろうっていう。あとあのプールとか入った時の耳の水もな、これもう一生抜けないんだなって思う時あるよな。ありますね。ラジオネーム、まあでもアイドルファンもそれと一緒だろ。一生抜けないなとか一生これは抜けられないなって思うけど、いつかな。いや抜けれないでしょうねこれは。いつか抜けるんだよ。新しい、やっぱももクロもいいけど、やっぱり新しいやっぱりのも見つけていかないと。だって関ジャニも好きなんだよねお前な。関ジャニ好きです。はい、関ジャニもお前が応援してたらああやって渋谷スバルが抜けたりさ、ももクロだってお前が応援してたら早見あかりちゃんだっけ、早見あかりちゃん抜けて、はい、お前もアリアスが抜けてさ、はいはい、お前が応援するグループはそうやってなんかちょっと切ないことが起こるな。ちょっとあの
責任を感じてます。関係ねえわ。いい加減しろ。ラジオネーム素敵な注意報。あれ渋谷すばるだっけ、渋谷すばるが抜けたのちょっとやっぱ寂しい。寂しいですね、やっぱり。バラエティでやっぱりね面白かったんで。アリアスの時とどっちがショックなの？やっぱ渋谷すばるですね。あ、そう、はい、あ、やっぱそういうもんだな、この人は。アリアスの時もでもショックだったの？最初聞いた時はそうですね。ああ、よかったよかった。今はスッキリしましたけど。それ言うね、それを、ね、怖いわ。ラジオネーム素敵な注意報。今日は北沢剛のキャラ弁を作った。うまくできたけど友達から誰これ武田鉄矢って聞かれた。剛って無名なんだなと思った。よく見ると気持ち悪くて食べる気にならなかったから捨てた。ラジオネームもちにこ。公園のため池で5日ぶりに頭を洗っていたら大量の声が群がってきた。これがドクターフィッシュってやつか。違う。ブレイク。ラジオネーム悶絶。ふと友達がいないことを思い出し、大家さんに半泣きで、うちインターホンいらないと思うんです電話してみた。残念なことに家賃は下がらず。下がるわけねえだろ、みんなも。ラジオネーム高速シンカー。廊下の電球が切れた。もう明かりはトイレしか残ってない。これあるよね。これいますね。なんで消えるの同時にとかな。もうこのタイミングやめてっていうさ。若手の家とかそのままずっと消えてますもんね。そうなってるよね、大体、はい、で風呂にあったやつをリビングに持ってきて、でリビング切れてトイレのやつまた持ってきてっていうな。繰り返し買いに行くのめんどくさいじゃない。意外と高いしな、電気ってな。そうなんだ、ね、ラジオネーム、カツオわさび。散歩をしていると道路に小銭が落ちていたのでラッキーだと思い拾おうとすると、古くなったへばりついたガムだった。恥ずかしくて小走りでその場から離れ、後ろを振り返ると散歩をしていたおじいちゃんも同じことをしていた。よくある。サザエさんかよ。サザエさんじゃねえんだからね。ラジオネーム三平。ふとエキゾチックジャパンの意味が気になったから調べた。異国情緒あふれる日本という意味で、当時 JR が行っていたエキゾチックジャパンキャンペーンのテーマソングとして使用がされていたらしい。マジどうでもいい。こっちのセリフだ。ブレイク。ラジオネーム即席チャーハン。病院の待合室で、山本様の声に間違って返事をしてしまった。山本は俺が風俗で使っている偽名だった。まあ俺は村山釣り吉、釣り吉2つの名前を操ろう。もういいってのかな。もう釣り吉に至ってはほとんど有吉使う。そうですね。釣り吉。上野公園のさ、はい、周りにすごい廃車があるの。車すごい廃車ってこと？あの何台もってこと？そう、あの廃車手続きするのに金がいるじゃん。はいはいはい、はい、訴えするのに、はい、だからかさ、ダメな、そういうダメな車がずらーっと捨ててあんの。不法投棄みたいな。不法投棄みたいな。あれさ、あれどういうか、あれ闇なの？結構。いや、わかんない。俺も結構すごくてさ、上野公園の周りの、あの、うぐいす谷駅の近くのあたりで、すげえ車投棄してあんの、もう。壊れた車とか、なんか別にまだ走りそうだなっていう車も含めて、わーっと捨ててあんの。なんかさ、すごい行けない場所、これ行けない場所なんじゃないかなって怖さあるやつ。ネットでバーッと調べたんだけどさ、特にそのなんか上の駅周辺のその問題になってない、不法投棄についてみたいな調べたんだけど、あんまりちゃんと出てこないんだけどさ。いや、だからこそまた怖、これ闇なんじゃない、闇のラジオで言っていいの今。怪談話だった。手を有吉弘行が思ったよ、弘行が。名前は分かってます。みんな分かってます。ラジオネーム三平。素肌に
ダイワのフィッシングベストを着ている変なおじさんがいたので気になって後をつけた。予想通り常習屋に入っていった。つまらん。だろうな。そう、常習屋行く。でしょうよ。あげよう。本当の日記だ。以上です。ラジオネーム、高速進化。スクール水着注文しそうになったので、一回しこって落ち着いた。危ない危ないって。まあいいじゃん。まあ、まあまあ、でも大事だと思いますよ。そういう時に一回抜いとくっていうのは。まあ、確かにな、うん、あの。めちゃめちゃ夜中とかにヘルス行きたいなと思うけど、うん、やっぱりちょっと一回抜いたらもう、あ、まあ一回もう寝よう、うん、寝ようってなるもんな。一番得にしたっていう。そう。うん、2時ぐらい。深夜。2時から行く。2時でさ、タクシー拾ってさ。あんなとこまでさ、うん、行ってさ、うん、終わった頃にもう6時とかよ、うん、明るくてさ何やってんなこれやと思うなそりゃそうでしょ、うん、まあもう、まあ、うん、ね、自分で冷静になるの、うん、着ないのスクール水着松崎は着る、いや着ないっすね、そっちはないの、その線は、その線はないですね、ないね、スクール水着は興奮しないの、スクール水着あんまりないですね、競泳水着の方が、うん、いいですね、まあ、似たようなもんだけど、いやでもなんかちょっと違いますね、はい、スクール水着じゃなくて競泳水着だったら食べれる、食べる食べるか、なんなのそのうわそんな考えたこともないみたいな顔いや考えたことないでしょ、だってチャップリンみたいな話でね、やっぱカッコつけるんだよな、いやないんですよないんですよ、だって今度ごちそうしてくださいっていうか、俺はあるからないやー、まあ、ナチュラルにオタクなんだよ俺、水着食べるオタク、オタク水着食べるオタク、そういうイメージなのかな、まあまあ、水着食べるオタクだよ俺何が悪いんだよ、いや全然全然いいと思う、コミケでやってくれないかなと思うもん、水着の販売、食べる水着、食べる水着なんかでもわかんねえなやりそうな気もするな、なんか薄いのあっても、うん、食べる水着、食べる水着、ラジオネーム三平、うん、うなぎ釣りの餌として採取したミミズを冷蔵庫に入れておいたら、うん、酔っ払った親父がちゃんじゃと間違えて食ってた、あのうなぎ野郎言うなお父さんミミズ食わしたの、まあラジオネーム、ベリガッツリ。無地の白 T シャツに醤油こぼしたら、ラルフローレンの T シャツみたいになった。いいこぼれ方したんだな。そうですね。いいじゃない。おしゃれ。ラジオネーム、ミルク紙コップ。得意プレイは、イチャイチャ。って書いてある風俗場には気をつけた方がいいな。なんかそうなんだ。なんかあった。やっぱりあの得意なプレーをちゃんと言わないとな。しっかり、うん、パイ釣りならパイ釣りとか。イチャイチャとかいうのはもう一番確かに。全然何にもやらねえじゃんみたいな。そうですね。最低。確かに。全然何にもやんねえじゃんっているんですか、そんな。いるんだよ、たまに。なんか、あ、ちょっとなんか今日、あれ、口内炎が、とか。じゃあ、店休みなさいよ、みたいな。はぁ。いや、今日ちょっと、あの、ダメな日なんです。いや、で、来るな、休んでろよ、お前。ラジオネーム、高速進化。最近、おしっこやうんこのキレが悪くなってきた。一等級の食卓、復活しないかな。しないで、うんこやおしっこのキレが良くなる知恵アイデアやんないでしょ、そうじゃないですかね。ラジオのレンチ、結婚して初めて奥さんの実家に帰省した。義理のお母さんが細い道でも車をすごい飛ばす。怖くてちょっとちびった、帰りたい。わかるわ、田舎ってそうなんだ、細い道でみんな慣れてるからバンバン飛ばしてな、怖いんだよな田舎の。ラジオにむしゃむしゃうちむしゃ、4年前に買った白の V ネックを一度も着ることなく捨てた。我ながら分不相応だった。夏はまだ終わりそうにない。白の V ネックぐらい着ろよ。着ろよ。全然着やいいじゃん。ラジオネーム食いしん坊や。
大きい声でやってる？で AV コーナーののれんくぐったら奥から20枚ぐらい AV 抱えた大将みたいな人が来てこれからやんだよって怒鳴られた。この店は二郎系なのかな乗ってくれたんだよ、ラジオネームショッピー。名字をかっこよくしたかったので親に内緒で表札を氷室に変えたら郵便物が一切届かなくてそりゃそうだ以上です。ラジオネームサインゼット。大阪旅行2日目、大声でボンジョビの歌を歌いながらフルチンでカッポしていたらツッコミより先にポリコーがやってきて驚いた。どうした、お笑い帝国大阪らしくないぞ出とる出とるって言う前に警察が来た、うん、そうか確かにこれあげよう、ね、君何してんだって。ラジオネーム追い出きボタン。コンビニバイトの面接に行った。うちで働きたい動機は？と聞かれた。ねえよバーカ。わかるわ。偉そうにすんじゃねえってやつ。どっちもどっち。どっちもどっちだよね。こいつが悪い。ラジオネーム三平。生まれて初めて座椅子を買った。背もたれに背中を預けるとめっちゃ座りやすい。本当にびっくりしてマジ人気だよ本当に思った通りでみんな使ってる感じだ座椅子バカだよ、ね、あげときますパンラジオネーム高速シンカー。ゴロを正面で撮ることを課題に壁当てをした。高級めっちゃ怖い。高校球児すごい。わかるわ。うん。硬いし、ね、怖いんだ、ね、意外と、うん。ラジオネームインダスのりお。デリヘルにふんどし履いていったけど、ジョーの反応がいまいちだった。超ショックなんですけど。本当にふんどしで盛り上がんないよ。松崎は入れ墨入れたことないの？ないですよ。ないの？ないですね。入れたいと思わない？入れたいと思わないです。自分の好きなキャラクター。自分の好きなキャラクターね。自分の体に入れるのはどうなんだろうなっていう。そうなの？そうですね。なんかイラストとか紙に書かれてるのをその旗から見るのがやっぱりいいのかな。うん、入れたいな、でも。僕にですか？え？アジェさんの、まさに。ポリシとしてのデビューはお前の背中。いや、絶対ダメでしょ。ポリシとしてデビューするんですか？ワカメちゃん入れてやる。え、ワカメちゃんかぁ。カメちゃんか。いや、誰がいい？入れ墨入れるなら。入れ墨入れるなら、うわぁ、ちょっと待って。どうせなんとかあずささんだろ。そうそう。いや、まあ、それは貸せないですね。奥さんの名前とか入れるもんだって。まあまあ、そうですね。そうですね。入れたら。いやぁ、入れる。いや。おでこに。おでこあと顎は？いや顎は消えるじゃん。あ、AK が AK、 いやでも顎の汚さが入れ墨で消えるんじゃない？それは言っちゃダメ。三平。駅のトイレ掃除をしているおばちゃんが歌手のイルカさんにそっくりだったので思わずイルカさんですよねと声をかけたびっくりするぐらい違ったそりゃそうだそりゃそうだやってないするわけねえだろするわけないですねイルカさん、ラジオネームおばかさん太郎。隣の家の大学生が夜中にドラムを叩いてうるさいからベランダで全裸で歌い返したら警察来た。法を見直してほしい。ダメなやつだよ。ラジオネーム坂志雑魚。エグザイルみたいな髪型にしてくださいって言ってるのにいつもクワマンになる。美容師さんエグザイルのこと知らないのかな。お前だろ。自分のクオリティ。お前太ったヒゲなんだよ。そもそもが。以上だ。ねぎらい弔い。バイトの面接行った。雇う条件多すぎる。関白宣言かよ。
週2は入ること夕方5時以降800円以上ラジオのみんなす文明。最近オナニーしても全然気持ちよく感じないので病院に行った。いろいろ検査したところインフルエンザだった。通りで体がだるい。そこでわかるんですね。オナニーでわかるんです。サッカーはどうしてんですか。サッカー見ながらすんの。それはないの。サッカー見ながらねオナニーしたことないです。ないんだ。ないですね。おー、そうなんだ。そうなんだって。なんだよ。だからだいぶ違う倫理観で生きてますね。違うんですよ。だから全然。ラジオネームおバカさん太郎。最近しこるより寝る方が気持ちいい。死にたい。死んでるよ。ラジオネーム三平。貧乏な友人のアパートに遊びに行ったら6畳の和室にウォーターサーバーが4台あった。悪徳業者に騙されたらしい。クソ笑った。な騙され方すんだよ。ラジオネームグルメなハイエナ。歯医者に行ったら裸足でスリッパ履いてるやついた。ちょっと嫌なの俺だけかな。まあわかるよ。以上です、はい、ラジオネームおバカ三太郎ですか。です。絶対です。久しぶりに走ってみたら体しびれてきた。低周波マッサージみたいで気持ちいい。まあね、はい、血行が良くなる。手をこう思いっきり振ると指先がじんとちょっと痒くなったり、はいはいはい、運動不足の、そうですね、あなたたちみたいな人。私なんかもうパッパッと消え、ずっと毎日動かしてますからね。そういうことはないです。あ、毎日動かしてる。体全身に新しい血が巡り巡ってますから私の場合は。あ、そんなに。いつもサラッサラですか私なんて血液。いつも踊って走って健康に気使ってますから、まあ、指パッと切れてプッと振ったらもうスパーンですよ。もう目つぶしすぐふっさっと血の、はあ、うん、ああすごい。あなたでスッと振ってもポトッと落ちるだけでドロドロだから。そう、ドロドロかな。私の場合スッとやったらもうパーッと目つぶれて、そこでもう知らぬ雲流投げですよ。またかい。必殺技じゃん安室ちゃんの。もう筋肉マン好きなの。ラジオネーム来世は朝顔。合ってます。はい、来世は朝顔で合ってます。本屋で買おうと思ってた漫画の帯に高橋みなみ大絶賛と書いてあったから何も言わず何も買わず帰ってきた。40分無駄になったので時間を返してほしい。今ね、確かにね。滝沢のゴミの本、マシンガンすごい売れてるらしいですよ。あれ帯伊集院さんが書いてくれて。ああ、そうなんですか。伊集院さんね、うん、まあ、でもこれ、まあ、そこにはやっぱり裏で俺が暗躍してるわけよね。え、やっぱり最初に結構早い段階で出版社の人からお願いが来てるんですけど、マネージャーから、はい、あれさん滝沢君の本の帯を書いてあげてくださいって、はいはい。いやでもこれは別に書くのは簡単だけど、ちゃんと滝沢が頑張って、もっともっと俺なんかよりもっとすごい人が絶対帯書いてくれるから、うん、一生懸命やってるから面白いから、はい、絶対もっと出版社の人にも頑張ってもらった方がいいって言って、うん、絶対誰か探した方がいいって言って、伊集院さんにたどり着いた。うわ、すげえ、いい話、すげえ、まあ、私安室のパワーがあってのことです、ね、安室さんなんだよ。伊集院さんって言っちゃってましたよさっきの。アムヨシ、アムヨシ、どっち、もうどっち、新しいの出てきた。アムヨシ、森田アムヨシアワーですね。いや、勝吉アワーですね。歌っていいと思って。始まるんだ。終わっ、以上でございます。ラジオネーム即席チャーハン。出た、チャーハン。あ、これ、あ、いっぱい出てる。食べたらともチャーハン食べる、言葉だけで。いっぱい食べたみたいになってきてる。大丈夫です。即席チャーハン。このご時世何があるかわからないからボイスレコーダー買った。使う機会ないから自作の変な歌が溜まっていく。うん。歌うんじゃないよ。40年三平。タバコが値上がりするので、サンスポを丸めてでっかいオリジナルタバコ作った。胸が焼けるように熱い。ちゃったんだ。松明吸ってんだから。この前の警視庁24時みたいなやつでもう大麻兄弟っていうのいてさ、マンションの14階と6階と10階ともうちょっと離れたところと全部で大麻作っててさ、
空気清浄機置いてさ、クーラーで温度調整してさ、一、はい、日中扇風機当てんのな、あれだ、タイマー作ってな。電気代すごい。すごそうだけどな。すごい、ね。末端価格でどれ6000万ぐらい。でもそれよりもなんかもっとすごかったのが、まあ、セルビア人と、ベトナム人とカナダ人の3人組、もう国際的な3人組がさ、はい、あのロードローラーっていうコンクリの道路固める車あるじゃん、はいはいはい、あれの重りの部分にさ、ま、覚醒剤さ70億円分ぐらい隠しててさ、すごかったよあれ。セルビア人怖かった、もう絵に描いたような、もううわゴリサンクチュアリとか出てくるようなマジで超マフィアだったよ。うわ怖かった。70億なんだお前、いいなその仕事。いやいやいや僕は絶対やんないです。70億なんですよ。70億がでかいですけど、ピッチリ張り込まなきゃなこれ。高井さんラジオネーム、あーラジオネームね、もう1枚ぐらい聞くな。カニ太郎でござる。バイト先の社員がアルバイトをぶん殴っていた。面白かったので、もう一回もう一回って煽ったら俺もぶん殴る。以上です。ラジオネーム大城部長。バイトきついからやめた。アムロちゃんの気持ちがちょっとわかる。いい加減にいい加減にしてくれよ本当に。いい加減にしてくれよ本当に。この人も40だもんな。ザ日記だな。これはでもあげよう。誰も見られてないからな。まあ勝手な共感は覚えるのも本当に好きにする。これがまたツイッターとかインスタグラムじゃ、それでまたすぐそんなもんで批判するバカいるから。やっぱりノートに日記書くって今更いいかもな。ああ。な逆に。ミクシーとかいいかもしれない。限定で誰かだけに見せるとかね。いやその方がいいかもしんない。本当にもうしょうもない世の中だから。言いたいことも言えないこんな世の中じゃパンティー違うわ。どういうのだよってパンティー。ラジオネーム素敵な金玉アニ。自己啓発本に自分のやりたいことを書き出せとあったのでしてみた。風俗のオプション表みたいなメモ出来上がった。どっかに7万ぐらい落ちてないかな。ラジオネーム三平。居酒屋の女性店員さんがすごく好意的だったのでイカ刺しを追加注文するついでに告ってみた。1分後厨房から爆発的な笑い声聞こえた。食べログにも書く。やめろよ。仕返ししてるな。ラジオネーム高速進化。ネット通販で頼んだもの届いたけど人前に出るのが怖くて受け取れなかった。自動受け取りサービス欲しい。まあ俺わからないでもないな。まあまあそうですね。名人だった、うん、この前もなんかデリバリーのやつ頼んで、うん、ピンポンって来たから、あ若いお兄ちゃんだな、嫌だな、うん、若いお兄ちゃん俺苦手なんだよなと思ったら、はーいって出たら、あって言われた。うわーそうなの、がっかりだ。がっかりです。ひろしです。ラジオネームおバカ三太郎。ドブに落ちて以来チンチンが痛い。成長痛かな。違う、病気だよ。バイキン入ってんだよ。気をつけろ本当に。成長痛ってあんの。ラジオネームバクトン。さすがに落ち葉じゃ葉巻は作れなかった。口と手をやけどしたけど勉強にはなった。作るね、そんな。違法だぞ。ラジオネーム素敵な金玉あゆ。ごめんなさい、素敵な金玉あに。コーヒー豆にこだわり始めた。いろいろとうんちくが増え好みのブレンドも作れるようになったけど、ピンサロ行った後にもらった名刺を読みながら、チェーン店で飲む安いコーヒーが結局一番だな。うん。からね、分かる。あ、そうだった。さらっと風俗行った後、道玄坂のラーメン屋のラーメン最高に美味しいよやっぱり。ラジオネーム三平。ネットで地方競馬を見ていたら、ノブワイルドという絶妙にダサい名前の馬が走っていた。チューブの前田信輝の所有馬だった。腑に落ちた。本当だろうな。そうでしょうね。これは。
もう不愛です。まあ、いますけどね。ください、名前は。ラジオネーム、やんちゃるかっちゃん。iPhone の新しい機能で、チンコの長さを測ってみた。52センチだったんだけど、そんなわけねえよ。使えよ、ちゃんと。ラジオネーム、三平。古いランドセルを改造して作ったペットボトルホルダーをズボンにくくりつけて街を歩いてみた。便利だが 1.5 リットルはさすがに重い。邪魔。捨てよ。500にしろ。1.5 用のやつ作っちゃった。そこなんだ。それ用の作っちゃってるから。ラジオネーム森ガンプ。合コンで人生で一番読んだ本を聞かれたから、中学の卒アルと答えた。俺だけ二次会カラオケに誘われなかった。音痴がバレなくてよかった。そしてな。セーフセーフ。ラジオネーム、一律千葉朝練部。ボクサーの原料食、俺んちでは豪華なんだよな。な、そうなんですか。ラジオネーム、うまい棒。うまい肉棒、イカ味。パク。スーパーコンピューターで、高画質のエロ動画を視聴すると、フリーズせずに見ることができるんだろうな。Windows 95だとカクカクでフリーズする。サクサクでシコシコしたい。スーパーコンピューター、そういうこと使うなよ。以上です。ラジオネーム、弟子の正彦。少年が乗っていた自転車のホイールにおむすびが挟まってたから追っかけた。よく見たらゴムボールだった。ゴムボールまずい。昔小学生やってたらホイールな、野球のカラーボールな、はいはいはい、今やってないのか ね、今見ないですね。野球しないからな今の子はな。そっか、公演ができないですから ね。ラジオネーム素敵な金玉兄。ピンサロで踏みつけてほしいと今日も言えなかった。素直になる勇気欲しい。まあ言えないか。いや、それはどっかでモテようと思ってるからよ。風俗行ってるんだからもうモテるわけないのにさ。そっか。風俗行ってんのに風俗嬢にモテようとすんだよな。ダメだな。紳士垂れって思っちゃうところはね。どうしようもない。プライドはあるんだな、こいつにも。そう、まあそうですよ、ね。情けないよ。捨ててからだよ、まず。まずプライド捨ててからですから、スタートは。ラジオネーム、もちにこ。中学の卒アル見てみた。最後の白紙のページに超リアルなチンコの絵が描かれていた。確か友達が落書きしたやつ。友達がふざけてチンコの側面にでっかいイボみたいなの描いてるんだけど、今それと全く同じ場所にイボがある。怖え。目アルバムだそれ。ジョジョかよ。ウィンゴ、ボインゴみたいな。一旦ブレイクしましょう。ラジオネーム、ボールペン返して。ホームセンターのレジに可愛い店員がいたから、見栄を張って高い方のガムテープ買った。家に帰ってから安い方にしとけばよかったと後悔。あるな。あ、どっちにされますかって可愛い女の子だったらちょっと言っちゃうかもな。手でビーって綺麗にちぎれるやつちょっと高いんですよね。布テープですか。そうそうそう、ちょっとやっぱり分かっちゃいるんだけど、グレーゾーンのマッサージ行った時なんか、このスペシャルって何て言うんですか。1時間6000円なの、スペシャルだけ1万5000円。ああ明らかですよね。スペシャル何なんですか、しらしらし。男はいくつになってもね、最初からあスペシャルでお願いしますって言えないんだよな。なかなかね、男はね、恥ずかしょうがないですよね。ラジオネーム、ラッパーザキマチョフ。上司からおいそこの君と大きな声で言われてビビってちょっとしょんべん漏らした。これがブラック企業ってやつか。君って言われるのが嫌いでさ、向こうは悪気ないんだけどさ、うんうんうん、お君さって言われると腹立つ。いまだに言ったやつのことを覚えてるのに辛くて。マジでなんかもう確かに、まあ肩書き偉いんだろうなっていう年配の方には
いますよね。はい。まあ、名前わかんないときどうするかなって思うけど、まあ、言わない、ねえねえとか、うん、あのさって言う、君って言う、君、お前、まだお前の方が、うんうん、お前さって言われて全然いいけどさ、うんうん、君って、うん、なんだよ、うちのお袋の名前も君だしよ、うん、それでちょっとあるんですかね。山本なんて腹立つなら 言われるだろう。君って、君っていうか、キモとか。君なんか言われないですよ。ラジオネーム、うまい肉棒いか味。もその小さみたいに入れてる。これからキャッシュレスの時代になると思うが、俺は10年前からお金がなく、それ以降お金に触ったことがない。時代はやっと俺に追いついた。マジで東京来た頃にちょうどそういう渋谷で、キャッシュレスのテストとかあるとかいう時代でさ、うん、そんなわけねえだろお前、うんうんうん、そんな札がなくなるわけないだろって思ったけど、今そうだね、もう本当にお札なくなった ね、 ですね。普通にスイカで物買ったり、うんうん、携帯電話でポッと物買ってんだもん ね、 ね、 ね、本当ですね。来ました、ついに、はいはい、あなたの時代が、あなたの時代、このこいつの時代じゃないですよ。我々がだから想像しうること、うん、想像できることなんで、うん、全部現実になるんだろうな、多分。あ、確かにな、うん、もうドローンがもうバンバンブンブン飛んでる時代になるもんね。そう、うん、もうちょっとね、そしたらもう手塚治虫とかが書いてた未来の感じになるよね、多分、うん、車が飛び始めたりね、うん、もうすぐだと思うね。そうでしょうね、うん、それでも山本の顔はどうにもならないけど、ありますよ、 AI で、 AI でなんかすることがないので、一日中解明するならどんな名前がいいか考えていた。最終的にジェームス・マクレガーに決まった。かっこいいよ、ライスに期待してこれわかるな、ちょっと以上。ラジオネーム、夜嫌いの夜行性。あと一本ところで終電を逃した、一か八か遠ざかる電車に向けて勇気いっぱい振り絞って、アンコール、アンコール、電車は二度と帰っては来なかった。そりゃそうだろ。ラジオのボールペン返して、冷蔵庫の野菜室に初めて野菜を入れてみた、少し健康になった気がした。そうだね、使わないよね、一人暮らしだとなかなかね、気にしないもんね。そうですね。ラジオにも高速進化、道路に落ちているパンツ拾おうかと思ったけどやめた、ブスかもしれないから。これがリスクヘッジ。あーなー、でも本人のことが絶対見えないんだったら、うん、もうそれは拾うべきだよ、うんうんうん、嗅ぐべきだと、うんうん、イマジネーション ね、 ね、うん、いつ嗅ぐのっていうやつよ、本当に。はい、先生、いつ買うの？今でしょ。怒られる、鍋プロ。何言ってんの、林先生に。雪解けやったんですよ、でもね。当時のね。ね、はい、ラジオの三平。公園で釣り竿を振り回して、ルアーを遠くに投げる練習をしていたら、子供たちが集まってきて、おじちゃん、頭良さそうだね。と思ってきた。面白いな、子供ってどうだよな。あげとこう。純粋だな。でも本当にもう今ルアーの飛ばし大会って日本でやってんだよね、はい、あのポイントにルアーをポーンと釣り竿で投げる、で釣りしたことないですっていう人たちがいっぱいいるんだ、それの専門的な人が、釣りなんていやいや怖いわよ、魚を傷つけるじゃないなっていう人がルアーを投げるだけの人たち、すごい、あれ面白いんだよ。ラジオネーム、うまい棒、肉、うまい棒、いか、うまい肉棒、いか味。就職するため面接行った。面接官とのやりとりはスムーズで好感触を持ち、受かったと思った。しかし落ちた。奈良判定だと思う。奈良判定言うな、そんな。もう古いよ。もうそうですね。ラジオネーム、三平。居酒屋店員の名札に、昔やんちゃしてた世田谷健坊です、よろしくね。と書かれていた。水一口飲んで帰った。その通りだ。本当。いや、さっきのと合わせて、じゃあエンジェルにしときましょう。エンジェルを1枚にしときましょう。以上です。ラジオネーム。ばあさんたまにはあんたが芝刈りに行ってくれ。ばあさんたまにはあんたが芝刈りに行ってくれ。うん、寝癖ついて学校行った。誰からも何も言われなかった。俺ってみんなから見えてないのかな。よくあるんだ、それ。
逆のパターンもあるよね。なんか全部自分がなんか見られて笑われてるんじゃないかなみたいな感じのね。被害妄想があるよね。俺もあんまりお買い物行くの得意じゃないんだけどさ、最近あそこ行ったら銀座、銀座の買い物で、あら銀座用事があったからついでにちょっと行ってみようと思って、久々に、はい、そしたら観光客の人ほとんど中国とか韓国の人だよね、銀座ね、今昼間ねすごいんだよ、もう大型のバスが止まっててさ、ほんでデパート入ってもまあ中国の人ばっかりなんだけどさ、しまいにはもう店員さんも中国の人ね、へえ驚くよ。ああそうですか、これあれサイズありますない、結構ぶっきらぼう銀座のデパートだからもうちょっとね、こっちがちょっと恐縮するぐらい丁寧にやってくださったりとかすること多いじゃない、はい、お客様何かお探しですか、全然これこのズボンちょっと S、M、S ありますない、あすいません、はい、ちょっとこれ試着してです、いいよ楽だけどね、俺なんかはね、まあそうですけど、逆に俺なんか楽だなと思ったけど、はい、随分ぶっきらぼうと思った、よく面接受かりましたね。でも中国ができるっていうのはやっぱ一番いいんだろうね。だから中国のお客さん多いから。なるほど。通訳いらないから。そういうことそういうこと。ああ、そういうことで撮るんだ。さすがでございます。ラジオの帝国の旅。サッカー見に行った。メッセージの横断幕の下にいたので、ラジオで楽しんだ。あるね、書くともね。会場行ったけどモニターばっかり見てるっていうね。ラジオネーム。メッシュ心にまみず。生命判断のサイトで、糞尿便所と入力したら自分の名前より運勢良かった改名しようかこんなもんだから占いってあげときます、パン以上です。ラジオネーム藤本千恵、今日は母ちゃんが泣いてた、そりゃ俺も40だしそろそろ働こうとは思ってるよ、ただもう少しTikTok での可能性を信じてみたい言ったよ言ったよ、 TikTok でスターになろうとしてるやつ、うまい肉棒イカ味、元オリックス星野伸之は球速が遅いピッチャーで直球とカーブの速度差があり、当時の打者は速度差があるから直球が速く感じると言っていたけど、パワープロじゃ簡単に攻略できる本当にすごいピッチャーなのかラジオネームもち2個、知らない人から荷物届いた、段ボールを開けると知らない人たちの寄せ書きがびっしり書かれた白のフルフェイスが入っていた、明日はゴミの日かな捨てるなよ。ラジオネーム三平、電気屋のマッサージチェアに座って虚空を睨んでいると通りすがりの JK たちに、あいつなんかに変身するんじゃねえと笑われた、 JK 怖い怖くないだろ、かわいいだろ昨日立ち食いそばのとこ女子高生行ってさ、うんうん、一緒に食っちゃったよ一緒に食っちゃった、あ隣で立ち食いそば JK たちと一緒に食っちゃったたまたまいただけでしょ隣のそれを以上